はい、おはようございます。深山です。いつもね、動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、このビニールシートの下にですね、米ぬか発酵ぼかし、今作ってる途中なんですけど、そちらが入っています。で、そして発酵熱がね、だいぶ出てきたので、まあそこら辺の様子を、お伝えするのとですね、まあその後どういうふうにね、ぼかし肥料を作っていったらいいのかっていうところも含めてですね、まあ作業ですね、この後の作業、どのようなことをしたらいいのかっていうことを含めてですね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。で、今どんな状態になってるかっていうことなんですけど、まあ作り始めて、まあ今日で4日目、ようやく発酵熱がね、出てきましたんで、その様子を、見ていきたいと思います。はい、ではね、このシートをちょっとめくってみたいと思いますけど、はい、こんな感じですね。こんな感じです。もう新聞が濡れてますね。で、こちらはビニールシートですけど、ビニールシートもこのように、今ね、濡れてます。これ、発酵熱で、米ぬかに含まれてる水分を蒸発させてます。まあ、これは微生物が活動して動いてる状態だっていうふうになります。ですから、ああ、暖かいですね。だいぶ暖かいです。この中がですね。で、新聞をこのようにかけておくと、新聞に、この発酵熱の、この水分が、新聞がね、含んで吸ってくれます。で、そうすることで、この米ぬかの、発酵した状態がですね、非常にいい状態にね、程よく、なっていきます。まあ、暖かいですね。まあ、暖かいです。で、この後、まあ、今4日目になるんですけど、これ、今見ての通りですね、まあ、土の袋に入れてあります。で、以前僕が作る動画の方では、土の袋ではご紹介はしてなかったんですけど、2月の中旬に作り始めて、中下旬ですか、にかけて作り始めて、どうしてもね、最初の2日ぐらいは、発酵が進まなかったんですね。昨日ですか、3日目。土の袋に一応入れて、切り返しをね、するのも、ちょっと朝まだ寒いんで、大変なので、まあ、この土の袋の方が切り返しが楽なので、土の袋に一応ね、入れ替えてます。で、土の袋のメリットは、これ通気性がいいので、これ兼好気性でね、作ることができますんで、こんな形にしてます。で、あとは、どうしてもね、今の時期だと、発酵がね、進まない場合は、このペットボトルをね、まあ、ぬるま湯の入ったペットボトルをこういうところに置いて、温度を上げながらですね、微生物の活動を促してあげる。まあ、要は温度がすごく大事になるんですね。まあ、温度と水が微生物はすごく大事になって、もう一つ、この栄養素。この三つがあって、初めて活動性が上がっていくので、で、そのためにペットボトルとかね、置いてあげるのも有効なんですけど、まあ僕は手抜きでやりたいのでペットボトルとか置くのもね、ちょっと大変なんで、まあこんな形でやってます。で、あとはシートをかけておくっていうのはやっぱ保温させるために、熱をできるだけね、保護してあげる。このままの状態だと熱がね、どんどん逃げていきますんで、発酵の度合い、進みの度合いっていうのが乏しくなります。ですから、熱をぐっとね、上げて、だいたい50度未満ぐらいまで上げて、切り返しをね、してあげるっていうのがね、いいんですけど、その切り返しをするために、このようなね、土の袋の方が、楽なんでね、作るときに。まあ、それなんで急遽、こんな形で、この中を動かしてあげます。ね。で、動かしてあげると、この中で米ぬかがね、また、混ざりますんで、まあ、こんな感じでね、すべて動かしてあげて、でもう一度ね、この中に空気を入れてあげながらですね、まあ、発酵を2週間ぐらい進めてあげると。で、新聞紙を敷いたメリットっていうのも、やっぱり、シートをね、かけてあげるっていうことで、まあ、このようにシートが濡れますよね。ですから、シートに直接水が当たって、
この米ぬかの中の水分がここに当たってもですね、蒸発しないんですよ。だからそうするとまたこの米ぬかの中に水分が入って乾燥をねしなくなっていく。まあ要はぼかしとしては作られていくんですけど、まだ濡れた状態、べちゃべちゃな状態にね、まあべちゃべちゃっていうかね、濡れた状態から乾燥の状態に持っていくのが大変になってしまうんで、まあそのためにこういう新聞紙をね、かけておくっていうのがまあ一つね、有効です。だいぶね、米ぬかの中の水分が飛んでるのがよくわかります。こんな感じでね、わかります。ちょっとこの中ね、一度見ていきたいと思います。これですね。まあ一回ちょっと開けてみて、まあ、できる限りね、これ今、パンパンにね、入れてしまったんで、本当はね、パンパンに入れないで、切り返しがね、楽なように、少しね、余裕を持って入れてあげた方が本当はね、いいんですね。はい。こんな感じです。あったかいですね。あったかい。だいぶあったかいですね。まあ、まだ、市場菌とかね、出てるかどうか。まあ、今これちょっとね、さっきガチャ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 って動かしちゃったんで、中の様子がね、ちょっとわからないので、もう一つちょっと、出してみたいと思います。あったかいですね。だいぶあったかい。ああ。冬場だったらすごくね、気持ちがいいぐらいあったかい。お風呂の温度ぐらいですね。今43度ぐらいかな。それぐらいになってると思います。まだ市場菌は出てないですね。市場菌は見ることができません。こんな感じですね。だいぶあったかいですね。温度計があれば、お伝えできるんですけど、多分これ冬場だったら、多分湯気がね、出ると思います。だいぶね、あったかいです。中の温度がそうですね、44、5度ぐらいまで上がってますかね。発酵としてはいい状態になってると思います。で、こういうものに入れてあげて、まあ、切り返しをね、ちょっと行いますんで、切り返しの場合は、こんな感じでね、動かしてあげるだけでいいので、まあこの方がね、結構、冬場はね、ぼかしを作るときは楽だと思います。こんな形で動かしてあげて。今発酵熱が始まってるんで、またね、これが、多分、そうですね、8日から10日ぐらいは、この発酵が、続くと思います。ですから、まあ、毎日か二日に一回か、それぐらいでいいので、こんな感じでね、この中に、ぼかしの中に空気が入るように、してあげるといいと思います。で、もともとこれ自体が、すごく通気性がね、いいんですよね、土の袋が。で、土の袋自体も強いので、こういうので作ると、すごく楽だと思います。まあ、米ぬかの温度がね、上がらないとかね、市場菌がちょっとね、なかなか出てこないとか、そういったようなことをね、言ってる方がいらっしゃったんですけど、まあ、まだまだ温度上がりません。気温がね、低いと上がりづらい状況にはあるので、なので、温度がね、上がらないのは、時間の問題なだけなので、あまり心配はしなくて大丈夫です。時間の問題ですから、まあ、徐々にね、気温が暖かくなってくれば、普通に上がっていきますんでね、そこら辺のところは、心配はいらないので、あまりね、
気にしなくても大丈夫です。濡れてますね。こんな感じで。発酵してくると中の米ぬかが固くね、なってきます。で、それを、ほぐしてあげるだけで大丈夫です。で、こんな感じでできたら、また、新聞紙をね、まあ、こんだけ濡れたものはもう使わないで、新しい新聞紙をこんな形で、かけてあげて、でまた、このように、シートをね、かけてあげておきます。こんな感じで。はい、こんな感じでね、押さえておきます。ここからなんですけど、まあさっきも説明したように、だいたい温度が上がってくれば、まあ、およそ2週間ぐらいでできるようになります。温度が上がるまでにちょっとね、時間がかかると思いますんで、温度が上がりきっていく。まあ、さっきね、中、米ぬかの中、触ってみたら、だいたい45度ぐらいまでは暖かくなってきてたので、まあ、そこら辺のところをですね、確認できたらですね、まあ、ほぼね、毎日、または2日に1回、切り返しをね、先ほどのように、やってあげると2週間ぐらいでできていきますので、あとは中の状態を、確認したい場合は袋を開けてね、見てみるといいと思います。糸状菌の繁殖とかそういったものについても、この後ね、どんどん活性化して出てきますので、まあ、今温度が上がってるのがその証拠になりますんでね、そういったのもですね、まあ、確認することができると思います。で、今日は、温度が上がらない方、どうやったらね、温度が上がるとかね、心配な方向けにですね、ちょっとね、動画をね、ご紹介させていただきましたので、まあ参考にね、していただければと思います。ということで、今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。どうも。